どうも、大悟です。というわけで今回は、好かれるお世辞と嫌われるお世辞の、違い、これをご紹介したいと思います。やっぱね、お世辞って、コミュニケーションの中で重要になってくるんですけど、お世辞って言っても、やっぱね、お世辞ばっかり言うやつは嫌われるみたいなのに皆さん思うかもしれないんですけど、それって、お世辞っぽくお世辞を言うというか、どう考えてもお世辞だよねみたいな、露骨なお世辞みたいな、そういうのを使う、つまりお世辞が下手な人が嫌われるっていう意味で、実際にですね、他人を褒める人とか評価してくれる人って圧倒的にやっぱ好かれるわけですよ。で、これいろんな研究でも、出ておりまして、例えばミシガン、大学のですね、研究とか見てみると、これね、企業のですね、トップ、いわゆるこう、CEO とか役員とか、結構有名な企業のですね、社長とか、そういう人たちをですね、調べたときに、彼らが、こう、上にのし上がるために、どういうふうにですね、コミュニケーションを取ってきたかってことをですね、調べたと、そういうですね、ちょっと変わった研究なんですが、こういった研究見てみると、やっぱりね、上に上がる人たちってお世辞の使い方が上手いんですよ。リアリティがあるお世辞を使ってきたと。だからもう本心で言ってるのと、お世辞で言ってるのと、あんまり変わらないぐらいのレベルでお世辞が上手かったと。いうですね、ことが分かったりしてるんですよ。で、じゃあ逆に、嫌われるお世辞ってどんなお世辞なのかっていうと、これ、ね、説得力がないお世辞が嫌われるんです。例えば、2017年にユトレヒト大学はですね、100件以上のですね、過去のですね、文献データをレビューして、他人への印象が悪い人のコミュニケーションの特徴っていうのを調べてくれてるんですけど、ここにもですね、お世辞が下手な人がですね、やっぱり印象が悪いってことがですね、分かってまして、で、これですね、何かっていうと、結構他人のね、他人から見た時に印象が悪い人って、多くの人はですね、こう、セルフコントロール能力が低いというか、客観的に自分を見ることができないから、自分が印象悪いことをしてるってことが分かってないと、いうふうにですね、今までは考えられてたんです。つまり、まあ、言い方としてバカだから、余計なこと言っちゃったりとかすると。で、それで、印象が悪くなってるんじゃないかっていうふうに思われがちだったんですが、実際にですね、このユトレヒト大学から調べてみたところ、どうやら違うっぽいと。他人への印象が一番悪いタイプの人っていうのは、いい印象を持ってもらいたいと思ってるんです。自分をよく見せたいとか、相手を上手におだてて気分良くなってもらいたいっていう風な、こう、狙いがあるんですよ。自分の印象を良くした評価を上げたいと思って、で、それをこう、思いすぎちゃってコミュニケーションを取るがゆえに露骨になっちゃうんですね。で、この結果、印象が悪くなってるんじゃないのってことをですね、言ってるわけなんですよ。で、例えば、彼らがよく使うダメなお世辞のですね、代表例として出てくるのが、バックハンドコンプリメントっていうタイプのお世辞です。バックハンドコンプリメントですね。これだけ聞くとなんかね、必殺技、ね、なんかね、ソードアートオンラインとかに出てきた必殺技っぽいですが、実際はそうではなくて、これバックハンドコンプリメント。これ何かっていうと、露骨すぎる、説得力がない、褒め殺しみたいな、言い方ですね。例えば、ちょっと英語を喋っただけで、あ、すごいネイティブ以上じゃないですかみたいなことで言っちゃったりとか、ね。もう、例えばね、別にそんなにこうね、なんか面白いビジネスアイデアを出したわけでもないのに、あ、すごい、先輩斬新すぎて惚れますねって、もし先輩が起業するって言ったら僕、ついていきますよみたいなこと言っちゃうみたいな、そういうですね、これ嫌ってきますよね。こう、あとはね、上下関係を意識させるようなですね、褒め言葉もダメです。例えば、お店で働いてるときに、バイトの皆さんがお店で働いてるときに、すごいねって、なんか、今まで来たバイトさんの中で一番仕事できるよとか、バイトなのに仕事が上手いよね、みたいな風にですね、いや、俺は正社員だけど、で、だから仕事できて当然だと。で、お前はバイトだから普通は仕事できないはずなのに、でもその割に仕事できるよね、みたいな、こういう、こうなんていうか、下に人を見るですね、ニュアンスが入ってるような、こういうですね、いわゆる、まあ、褒めてないでしょお前って思われてしまうような下手なお世辞っていうのがですね、やっぱり嫌われる人の特徴だったんですよね。じゃあ、一方で、さっき言ったみたいに、好かれたことによって上に上り詰めた人、さっき言った、大企業の経営幹部とか、社長さんとか、こういう人たちってどういう風なお世辞の言い方をしたのかってこともですね、さっき言ったミシガン大学の研究では、出てるわけですね。具体的にはどういうものかっていうと、なんと、お世辞を言う前にですね、あるフレーズを入れてたんですよ。で、そのフレーズを入れることによって、お世辞の説得力を増していた、お世辞を偽装してるんですね。お世辞で言ってるんだけど、相手にとって受け入れやすい形にこれを変えてたんですよ。これすごいですよね。どんなものかっていうと、こんな感じです。いや、ちょっと恥ずかしがらせたくはないんですけど、とか、あとは、いや、こんなこと言ったら失礼かもしれないんですが、とか、こんなこと言ったらもしかしたら嫌われてしまうかもしれないんですが、みたいな風な、こう、前置きを入れてたんですね。で、この前置きを入れることによって、相手をおだてたいっていうですね、おだててうまくやってやろうっていう、その目的が偽装されて、でですね、こう、さらにこう、ね、皆さんが、そのお世辞を言っている人間のことを謙虚に見せるという効果が発揮されて、お世辞のですね、いわゆるこう、なんですね、効力っていうのが高まっていたんですね。だからやっぱり上に上り詰める人ってのは、こうやってお世辞を上手に偽装してるんです。例えば、
相手にですね、お世辞を言うときに、すごい、例えば社長の、ね、会社今すごいですよねっていうふうにですね、お世辞を言うときも、普通にそういうんじゃなくて、こんなことを、言ったらもしかしたら失礼かもしれないんですけど、社長の会社今こうね、業績がね、上がってすごいじゃないですかと、何かこう、戦略というか狙いがあってそのってやっぱやられてるんですよねって、なんかもしよかったら言える範囲でいいので教えていただけませんかみたいなふうに、こう、すごいですね社長よみたいな、よ日本一みたいなこと言うんじゃなくて、こんなことを言ったらもしかしたら失礼かもしれないんですが、ね、そのね、社長が行った戦略のうち一つでもいいんで教えてくれませんかみたいな風にちょっとこう偽装するんですよ。そうっていう風にやることによって、なぜかお世辞はですねスルッと、通りやすくなるよってことがですね分かったというのが今回の、研究なんですね。面白いですよね。ちなみにこれ、逆効果になる場合もあります。この今言ったみたいに、こんなこと言ったら嫌われるかもしれないんですが、こんなこと言ったら失礼かもしれないんですが、こんなことは言われたくないと思うんですがみたいな前置きを言ってから、本当に言われたくないことを言ったらやばいことになります。はい。例えば相手に何かを指摘するときに、いやーなんか俺がこんなこと言うのもあれなんだけどねつって、この前さ、なんかお前がさ教えてくれたあのさ、なんかこうビジネスあるじゃんとか、あれはねうまくいかないと思うんだよねとか、いやこの前こんなこと言うとちょっと蹴られるかもしれない。別にね、お前をこう君を攻撃したいわけじゃないんだけど、この前さいいって言ってた本あったじゃん。あれなんかちょっと微妙だったよねみたいな風にね、こういわゆるこう。俺悪気があるわけじゃないんだけどって言って悪いことを言うんですよ。ね、こういうことをやっちゃうと、これストレートに、いや、お前がこの前くれたあの本微妙だったよねとか、いや、この前お勧めしてくれたビジネス、あれ俺はないと思うんだよねっていうふうに、ストレートに言われるよりも、この前置きがあった方が、ネガティブなことを言うときにはですね、相手へのダメージがでかくなるんですよ。だから相手に嫌われたい場合は、前置きをいっぱい置いて、嫌なことを言うと、もううまいこと嫌われると思うんで、なんかもう二度と近寄ってほしくない男とかとですね、別れたいとかいう場合はそれやってもいいかもしれないですけど、でも、基本的にはこの前置きっていうのは、ネガティブなことを言うときには前置きはないでストレートに言うのが良くて、逆にお世辞を言うときっていうのは前置きを置いて、あ、こいつなんか今から嫌なこととか都合悪いこと言うんだろうなって相手に思わせるわけですよ。で、こんなこと言われたくないと思うんですけどっていうふうに言ったら、あ、はいはいはい、なんかネガティブなこと言ってくるのねと、うん、で向こうは構えるんですね。構えた状態でお世辞が来ると、あれなんだなんか褒められちゃったしみたいな、相手が構えてるのに比べてこうギャップが大きくなりますね。ポジティブなギャップが、これによっておそらくお世辞を受け入れやすくなってるんじゃないかなというふうにですね、こういった研究とかも見ると考察できるわけですね。まあいずれにせよ皆さんぜひですねお世辞使ってみてください。でお世辞を言うときには必ず、前置きを置いて、こんなこと言われるとね嫌かもしれないんですけど失礼かもしれないんですがって前置きを置いてちゃんとお世辞を偽装するということをやってあげるとですね、このミシガン大学の研究で、出てきたみたいな、まあ、大企業の経営者とまではいかないかもしれないですが、効率よくですね、自分の地位を高めることができると思うんで、ぜひですね、やってみてください。というわけで、まあ、こういう風なですね、これ、迎合って言うんですけど、大衆迎合とか迎合って言うと、イメージが良くないんですけど、やっぱり最初、もし皆さんが潤沢なお金とか、莫大な知識とかを持ってないんだったら、最初は力を持ってる人の心にある程度入り込む。まあ、言い方悪いですけど、入り込むって言い方悪いな。気に入ってもらうっていうのがやっぱり必要です。チャンスをもらうためには、そういう人たちに気に入ってもらうですね、のも必要なんですよ。ただ、舐められるとやばいわけです。舐められるといいように使われるだけで、結局ですね、チャンスがもらえなくなっちゃうわけです。まあ、当たり前ですよね。すぐイエスっていうやつとか、中身がないやつとかで迎合してくるだけのやつって捨て駒みたいに使われるわけですよ。こいつはなんか中身がないし全部イエスって言うだろうから、いざって時に俺の味方にもならないだろうし、自分がないからなんかパシリーだけしとこうみたいな風にですね思われちゃうわけですよ。だからそうじゃなくて、一目は置かれるんだけど、こいつは能力あるし自分の考えを持ってるなって風に一目は置かれるのだが、でも、可愛いやつだなって思われるって必要があるんですよ。これが正しい迎合です。価値がある人間と認められながらも相手の心にこう上手に入り込む力、これがですね、迎合のテクニックになるんですね。で、こういった方法をですね、先ほど言ったミシガン大学、そして南カリフォルニア大学とかですね、迎合をするときのじゃあ有効なコミュニケーションって何なのってことをですね、調べて、くれていまして、このですね、迎合のテクニックをですね、まとめた、放送が今日の続きのおすすめの放送になります。今日のおすすめの放送は、ミシガン大学×南カリフォルニア大学の、研究で分かったエリート、トップエリートが使う49の迎合法ということで、これはまあ7種類 ×7 種類でバリエーションが持たせられるので、7×7 で49種類なんで、実際は7つずつ覚えるだけで構わないんですが、そういったですね、相手の心にですね入っていって力を最速で手に入れるための迎合のテクニック、こちらをですね今日の次の動画で解説しています。ぜひ番組タイトル下の説明欄、またはこの動画のコメント欄の方から、チェックしてみてください。そして今日のおすすめの本なんですが、2冊あります。まあ僕がねちょこちょこおすすめしているコミュニケーションの本であるコミュ障でも5分で増やせる超人脈術、まあ普通に一般的なコミュニケーションが迎合じゃなくて苦手って方はまずここからやってもいいかもしれないですね。これが1つ目。あと2つ目は
組織内での人間関係をのに関する研究って結構面白くて、どういう行動をしてる人とか、どういうことをしてる人、言語以外でもね、してる人が上に上がっていけるのか、あるいはどういう行動をとっていない人が、会社とかその組織の中で貧乏駆除引かされるのかってことをですね、まとめてくれた、非常に面白い本がありまして、これは2冊目のおすすめの本です。ジェフリー・フェファーさんの権力を握る人の法則って本ですね。まあ、いわゆる組織心理学とか、のですね、本なんですが、結構これ面白いですよ。あ、意外とやっぱり組織の中ではこういう行動すると損なのね、みたいなことが分かったりするので、ぜひですね、自分の身を守るためにもこちらの本チェックしてみてください。おすすめの本2冊は番組タイトル下の説明欄の方から、そして今日の続きの動画、49エリート、トップエリートが使う49の迎合法は、番組タイトル下の説明欄、またはこの動画のコメント欄の方からチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。